はい、そんな感じです。今回は絵の上手い人がよく使ってる色鉛筆ですね。まあ、上手い絵はこれ使ってる人がやっぱ多いのかなっていう、まあ、あくまでも僕が個人的に思った、まあ、主観ですけどね。うん。で、大体の傾向というかね、まあ、かなりざっくり、まあ、サクッと紹介したいと思います。はい。よろしければ参考にしてみてください。はい。絵の上手い人が使ってる色鉛筆ですね。まあ、中級者から上級者の人はこれなんだろうなっていう。うん。で、まあ、初心者、中級者、上級者の人っていう線引き自体が難しいんですけど、まあ、一言で言うと、明らかに、まあ、初心者ではないなっていう。まあ、パッと見よく見て塗り込んでる。まあ、パッと見シンプルに上手いっていう感じですね。うん。で、まあ、あくまで僕の個人的な主観なんですけどね。はい。まあ、上手い人が一番使ってる色鉛筆は、ファーバーカステルだと思います。うん。もう圧倒的シェアだと思う。日本だと。うん。まあ、ツイッターとか見てても、まあ、上手い人はファーバーカステル使うっていう、まあ、風潮みたいなのがあるのかなっていう。うん。上手い人の半分ぐらいはこれって感じですね。うん。で、これ実際使って、まあ、レビューしてるんですよね。まあ、良かったですよ。細かいことはね、レビュー動画で話してるので、ここでは省略しますけど、まあ、良かった。うん。いいから、値段もそれなりにするんだろうなっていう感じですよね。で、もっと少ないセットもあったと思うんですけど、この60色セットってのがまあ無難かなっていう、多すぎず少なすぎずって感じで、うん、いいと思います。で、上手い人が使ってる色鉛筆のもうほとんど半分ぐらいがファーバーカステルだろうと。うん、で、残り半分のうちの、まあ、一つが、ホルベインじゃないのかなって思います。まあ、明確に2番目に多いってわけじゃ全然ないんですけど、まあ、上手い人がよく使ってる印象ですね、僕は。うん。で、これも実際書いてみたんですけど、まあ、良かったですよ。うん、いい印象。うん。で、当然値段もそれなりにしますしね。うん。で、セットも豊富ですし、36色セットとか、50色セットとかね。100色とか。うん。100色。まあ、最初買うなら50色ぐらいかな。36色とか。パステルトーンとかもあるんですけど、うん、セットが豊富で、まあ、使ってる人も割といるのかなっていう感じですよね。うん。で、次に来るのが、カリスマカラーですね。これ僕が、使ってるやつなんですけど、まあ、よくある質問でね、こうやって、カリスマカラー検索すると、プリズマカラーも出てくるんですよ。うん、一緒に。で、これ、何なのかっていうと、まあ、わかりやすく言うとね、まあ、カリスマカラーって昔プリズマカラーだったんですよ。うん、会社が変わったとかで。うん、ただ、色鉛筆の芯自体はほぼ同じなんですよね。うん、で、芯を包んでる、まあ、木の加工とか、外箱が違うだけ。うん。で、まあ、アメリカとかね、海外だとまだプリズマカラーが現行なんですよね。うん。だから、初心者から上手い人が、まあ、使ってるスタンダードなメーカーなんですけど、で、このカリスマカラーに比べると、プリズマカラーって安いんですよ。どう考えても。うん。この24色セットが5440円。48色セットと同じなんです。倍半分ぐらい違うんですよ。72色が7200円。カリスマから72色、1万5000円とか。うん。だいたい半額ぐらいなんですよね。だから、稀に、まあ、粗悪品が入ってる。うん、粗悪品っていうのは、芯の中心がずれてることもあったり、うん、僕が48色セット買って、1本か2本ぐらい入ってた。うん、でも、まあ、芯がずれてるからって、かけるんですよね、全然。だから、カリスマカラーと
まあ発色とかね、塗り心地とかほぼ同じで、外箱とかが、まあ、古臭いの気にしないよって方はね、こっちのプリズマカラーを試しに買ってみるのも、うん、いいかもしれないですね。で、次に上手い人が使ってるのといえば、カランダッシュのルミナンスですね。うん、これも、まあ、すごく上手い人が使ってるイメージ。まあ、日本と海外問わず。うん。で、これも試して僕、まあ、レビューしましたけど、まあ、発色も、うん、書き心地も芯の硬さも、まあ、抜群なんですよね。うん。ただ、値段がめちゃめちゃ高い。うん、色鉛筆の中で一番高いんじゃないのかなって思う。で、まあ、色鉛筆って消耗品なんですよね。だから、これまあ相当自分の絵に対してうまいっていう自負がないと、うかつに手が出せないのかなっていう。すごくこだわりのある人。うん、ほんと高級品ですよね。うまくて、賢い人はね、まあ、使い分けてるんですよね、いろんなメーカーを。うん。まあ、そういった意味では、カランダッシュのルミナンスは赤だけとかね、うん、肌色だけとか、ワンポイントで使ってる人が多いと思います。色鉛筆の紹介と比較っていう、まあ、10種類の色鉛筆を5回に分けて、まあ、動画にして作ったんですけど、はい。で、おさらいですけどね、名前言ってきますね。三菱ユニカラー、ヴァン・ゴッホ、ダーウェンと、トンボ鉛筆色辞典、ホルベイン、ファーバーカステル、ビラ、レンプレントカラー、カランダッシュ、パブロ、ルミナンス、カリスマカラー。はい、色鉛筆のメジャーなメーカーですね。10種類のレビュー動画も上げてますんで、もっとね、いろいろ、なんか詳しく見たいなって人はね、概要欄に貼っときますんで、参考にしてみてください。で、上手い人が使っている色鉛筆ですね、紹介しました4種類の、まあ、詳細も貼っておきますんで、一緒に。はい。で、これも何回も言ってるんですけど、初めて色鉛筆のセット買うときは、できれば、まずバラ売りで1本2本買って試してから、セット買いする。うん。もういきなり大人買いしていいのは大人だけです。うん。で、バラ売りで売ってるサイトですね。まあ、世界堂っていうお店があって、そこのネット通販だと、大概の色鉛筆のバラ売りしてますんで。うん。で、カリスマカラーのバラ売りも、世界堂でやってるんですけど、ヨドバシのネット通販でも売ってるんでね。うん。まあ、僕、今度、そこで買おうかなと思ってます。はい。以上、絵の上手い人がよく使ってる色鉛筆、4つ紹介しました。うん、まあ、あくまでも僕が個人的に勝手に思った、うん、感想なのでね。はい。よろしければ参考にしてみてください。こんな感じでした。